今回はイエロードラゴンに挑みます。57戦目、イエロードラゴン。サンダーが、100万ボルトといった雷属性攻撃を使用。戦うを5回受けると、エネルギーを蓄えた後に全体サンダーが、こちらにリフレク状態のキャラがいる場合、自身にリフレクをかけて、魔法反射を利用する。今回のプレイ条件では、雷属性を無効化する装備は入手不可。あらかじめ、リフレク状態のキャラを用意しておき、1ターン目の敵の行動をリフレクに限定します。イエロードラゴンにはバーサクが有効なので、反射を利用してバーサクをかけます。毒も効くので、バイオで毒状態にします。終わり閉店以上お願いします。気も帰っていいよ。ヘイストが効かない分、無駄に時間だけかかりました。今回の戦果はご覧の通り。テイク2は1回でした。